皆さんこんにちは。沖縄県出身、トヨタ自動車アンテロープス15番、安間しおりです。熊本県出身、11番の脇里奈です。長崎県出身、32番永田萌です。今日はお家でできる体幹トレーニングと反応のトレーニングをレッスンしていきたいと思います。のポイントはタオルを下に回した時に足を伸ばすのと、タオルを上で上げた時にも足を伸ばして、回る時に手と足はつかずにお腹で回るようなイメージでやると腹筋が鍛えられます。スペースがなかったら回らず、その場で手と足を伸ばして、その場でできるやつで構いません。なぜ体幹が必要かというと、どのスポーツにも必要だと思うんですけど、特にバスケットは、コンタクトだったりとか、人との当たるのが当たり前なので、当たり負けしないように日頃から体幹トレーニングが大事だと思っています。反応を鍛えるトレーニングです。膝を少し曲げて動きやすい体勢を作ることが大切です。朝とか練習前とかに頭の回転を速くしたり、頭を起こすために行うといいと思います。テニスボールが家にない場合でも、お家にあるもの、例えば消しゴムなどでもできると思うので、ぜひやってみてください。どの競技も体幹だったり目のトレーニング、脳のトレーニングは必要だと思うので、お家でできることを今紹介したので、時間を見つけてできる限り続けてほしいなと思います。はい、どの競技の選手も自分のスポーツができることに感謝しながら楽しんでやってほしいと思います。小さなことをコツコツやれば、自分が目標としているところに少しずつでも近づくと思うので、頑張り続けてほしいと思います。自分の夢や目標に向かって一生懸命やれば必ず報われると思うので、頑張ってください。応援してます。